信してるので、あのいつもつけてたイルミネーションがここにあります。もう絡まってる。通知飛んできた。やった。かわいい。こんばんは。ハロー。そうなんだ。お、25日の小屋立ったうちは作りマニア1からペナムズで、ありがとうございます。今日登録なんですか？25日の今日もかわいい。やった。あかりんの卒業公演のウィルベルデータ、もうね、ちょっと後でゆっくり語りますね。もうアイドルらしい発言。そうです。朝起きたらなんか頭に違和感あるなと思ったら、こんばんは。そうなんですよ。部屋明るいでしょ。なんかね、萌の部屋電気が暗くて、ちょっと部屋を変えてみました。さや様からこちらに来ました。こんばんは。そう、さやさん、さっき DMM 私ずっと見てました。もうあのドレスすごいですよね。綺麗。そう、服、おいでいて服もトナカイです。そう、三つ編みもちょっとしてみました。え、なんかクリスマス仕様になってる。あれがなんやこれ、背景じゃないな、なんていうんやろ、背景、あれ、なんかいいや。あ、ミラーボールありがとうございます。あ、25日当たって、たまいちゃん見れる。え、すごい、なんか皆さん当たってる。ありがとうございます。頑張らんと。こんばんは。あ、久しぶり。25日公演入るよ。昨日すずちゃん見送ってきた。お、すごい、楽しみにしててください。頑張らんと。7期生1のしっかり者らしいですね、私は。こんばんは。めちゃくちゃ可愛いですね。ありがとうございます。わ、え、なんか今あれですよね、プレゼントのなんかクマの人形もらえるやつ。どうやって見るやろ、クマ争奪戦ね。ちょっとこれからここの部屋でやろうかな。そう、なんかちょっと詳細がよくわからないんですけどね。もう先輩方の卒業公演が、あのなんや、迫ってきてて、長耳そう、長い長い。あ、配信を一定時間視聴を、その後メニュー、あ、メニューアイコンからチャレンジで無料プレゼントボックス50個お、無料、無料、無料なんですかこれは。え、クマちゃん欲しいな。わ、あ、ありがとうございます。プレゼントボックス、ノットさん、達夫さん、ありがとうございます。嬉しい。鹿じゃないですよ、トナカイですよ。わ、1000突破でクマゲット。欲しい。わ、バラもありがとうございます。あ、チューちゃん、ナトさん、ありがとうございます。クマ、なんかこれ皆さんももらえるみたいな、なんかなかったでしたっけこのイベント。ちょっと体につけようかな。こんばんは。ちょっとめちゃ絡まってるそうなんです、この角結構長いんですよ痛い、あ、失礼、失礼、痛い、痛い、痛い。星もありがとうございます、いつも。セントくんじゃない。あ、確かにぽいっちゃぽいな。トナカイですよ、皆さん。こんばんは。え、
体につけたら熱くなるかな、これちょっと長い長い長いどうですか、あんま見えへんな高さ的に。配信を見ると緑のボックスプレゼント、間違えた、プレゼントボックスがもらえる。お、すごい、ごめん25日普通に外した、うん、来てほしかった。でもね、え、感電する？嘘嘘嘘、ちょっと待って待って待って、切っとこはい、ももかもね25日初日なので、私はね大阪府出身ですよ。あ、大変、当たりませんでした、悔しい。平山トナカイ平山トナカイになるか、こんばんは。え、熱くないけど取っとこう、怖いでかい声だつけてるかと思った。え、トナカイに見えへんかな、これなんか木の枝みたいこんばんは。いつになったら声投げれるやろね、あのお仕事忙しそう、いつも知ら。ある程度見ると各自のチャレンジってとこに無駄で入ってます。うん、関西電気法案協会、え、なんかこの関西電気法案協会ってなんかあの何やったっけ、なんか関西人はリズム知ってるから普通に読まれへんみたいな、見たことがある。関西電気、あらリズム乗っちゃう。いつあみ25日ほんまに入りたいね、クリスマス一緒に過ごしたいですよ。昔 M 公演でした、みんなで同じ髪型公演みたいなやって、あー面白そう。でもね、私たち研究生は固定部屋なので帰れないんですよ。こんばんは、はじめまして、こんばんは、こんばんばんばんは、こんばんは。12月は仕事が多忙だから声は1月にかけます。来年もね、来年はいつあるやろ。そう、服もトナカイしました、トナカイしましたじゃないトナカイ意識してみました。25日外れた、倍率高いんですかね。おそらく映らんからやろうかな、マイティの顔が全面に出たら。でもね、私コメント読むときにね、こう顔近づけちゃう癖があるんですよ50マイティ完了、プレゼントかな、え、これギフト、プレゼントありがとうございます、嬉しい。関東人わかんない、そっかえ、なんか何のお菓子やったっけ、焼き鳥せんべいじゃないわ、あのおにぎりせんべいもなんか関西だけ、うん、関西だけやったっけらしくてびっくりした。うわ、なんか降りてきた、雲みたいなやつ、うわ、クマありがとうございます。なんかクリスマス仕様になってる。こんばんは、25日、え、あ、25日行きます、3度目です。え、3回も当たったんですか、やった楽しみ。
部活で申し訳なかったじゃない申し込めなかった。うーん、部活、クリスマスも部活、バンバンジー。髪の毛固定なんですよ。私はあの両耳がけのストレートヘアです。そう、こんばんは、こんばんは、こんばんは。熊のぬいぐるみ欲しいんかな。前は熊が大好きです。ここにもね、まだ開けてないんですけど、熊の中にねブランケット入ってるんですよ。そう、あの GU さんで買ったやつ。熊大好き。熊、熊、熊。でね、次のお話し会はね9日なので楽しみ、早くしたい。いつでしたっけ、28日、ね、あ、じゃあ29日かな、みたいな。おいくつですか？17歳。あ、間違えた、18歳です。高校3年生の18歳です。もう少し先かもしれへんけど、七木がまたぎ公園出る姿も見てみたいな。え、美味しいですよ。やっぱりご当地、ご当地系？なんか。こんばんは。隣のバナナ青すぎる。25日は夜勤明けで、夜勤明け？なんかね、私のファンの方、夜勤してる方多い気、夜勤してるっていうのかな、なんかね、夜勤がよく分からへんくてちょっと調べました。前、お疲れ様です。困った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 ね。ほんと最近また増えてきてるから、ほんまに。前もね、外歩いてて見つけたアルコールはもう全部ねシュシュってしてますよ。プッ、おう、あのやっぱ黄色のねクマが前は一番好きちょっと一応言われへんけど。そう、なんかね GU さんで今動物のモコモコのパジャマが売ってるらしくて、それも欲しいなと思って。そう、こんばんは。今日楽しかったこと、今日特に何もしてないな何したやろ今日。リピートしてる？あれ、どういうことやろ、なんか変ですかね。テストは大丈夫やったん？まあ、うん苦笑いって感じですねもう私まだもう一回テストあるんですよ。1月2月ぐらいかな。こんばんは。やっぱなるちゃんに似てるな。どうですか？そこがなるみさんによく似てるって言っていただけますんです。ただいま、おかえり、ただいま。25日うちわ&ペンライトで応援しに行きます。やったー、ありがとう、嬉しい。プレゼントボックス405個かっこ車のぬいぐるみサンタバーゲットまであと599個。え、もう405個ももらってるんですか、もしかして私なんか、どえ、ちょっと、なんかだるまいっぱいありがとうございます。あ、これだるまも入ってるんですかね、クマのやつに。今日は配信後は何するの？今日はね、夜ご飯がちょっとあの配信ギリギリになっちゃったから、夜ご飯の残りを食べます
あ、じゃあ今日の前の夜ご飯なんでしょう。2個、おかずが2個。2個って言い方でいいんかな。マイティ笑った。なんで笑ってんの。変やった。笑ったピーポン。夜勤調べてくれるとかマジけなげ、押せる。そう、多分夜に働くんやろなと思ったんですけど、なんかあれですね、夜中働くやつ。ヤッホー、三つ編みかわいい、やったー。ひみこみたい。ひみこいて、いた。あ、プレゼント10個、ヘイトさんありがとうございます。はじめまして、カピバラさんや。パンケーキとホットケーキの違い分かりましたか？分からない。でもなんかブログのコメントも言ってたら、なんかホットケーキはデザートでパンケーキはご飯類みたいな。はちみつ食べたいな。加藤さん、プレゼントボックスありがとうございます。チラッ。パイもね、最近チラッっていう顔文字にハマってるんですよ。できひんかった。わ、クマの人形、ちえちゃんありがとう。わ、タコもありがとうございます。ゆうだいさん遊びに来たよ。わ、だるまだるまだるま、あきらら GT さんもありがとうございます。仕事終わった、お疲れ様です。わ、ゆうだいさん、だるまいっぱいありがとうございます。でもテストはさせてください。お披露目の時から高校生と思えないくらいしっかりしてるなと思う。本当ですか？嬉しい。こんばんは、今来ました。 NMB5 人配信中で忙しいよ。それは忙しい。ありがとうございます、来てくださって。こんばんは、まあ、ゆっここさんもプレゼントありがとうございます。あ、さあ夜ご飯の話や。めっちゃコメントずれてる、ごめんなさい。早くも唐揚げ、肉、魚、たこ焼き、肉じゃが、ハンバーグ、唐揚げが多い。味噌汁、生姜焼き、唐揚げ、パエリア、おしゃれ。去年 B2 公演か何倍公演でこれ詰め触ってたことある。去年ん、今年かな、いや去年かな、あの1月に私は2番目のドア公園結構当たって行ってましたよ。その時5列目座ってた。すき焼き、焼肉、正解は焼き鳥ともやし炒めでした。当たってへんかな、誰も。ツーリングからの風呂からの桃鉄やってたら配信始まってて手遅れた。なんか桃鉄って最近流行ってるんですかね、なんかよく見るかも。チラッチラッ。わ、達夫さんもプレゼントボックスありがとうございます。かわいい、ハートもありがとうございます。モバメ送り方合ってるか、星になっちゃった。モバメの返信見れてますよ。三つ編みかわいいにゃー、やった。プレゼントボックス697個。え、そんなに、え、これハートとかも入ってるんですかね。ハートもありがとうございます、テイクルさん。シューマイ、野菜炒め、あ、野菜炒め美味しい、もやし炒めなんですよ。ハート、ルナさん、雪の結晶ありがとうございます。難しいか、やっぱりもやしは主婦の味方。もやしってね、安いですもんね。ね、皆さん鳥は合ってるのに焼き鳥、え、焼き鳥って、いや鳥か、
今日は何時ぐらいまで起きてるのかな。どうしようかな。でも学校のなんか宿題みたいなのもしなあかんし、ブログとか、ブログとメールも送って、充実してますね。あ、最近新作が出たんですか。桃鉄は最近スイッチで出たからね。あー、スイッチ欲しいなって思ってたけど、なんか1年ぐらい経ってたなんかあのおいでよ動物の森のスイッチがめっちゃなんか流行ってたじゃないですか。でなんか前も欲しいなって思ってたし、なんか自粛期間も暇やったから欲しかったけど、なんかあの YouTuber さんがあの動物の森の実況みたいなのしてたからなんかそれで満足しちゃって、結局自分は買わずに終わっちゃった。ちなっぴーさんもプレゼントボックスありがとうございます。リクアワのカタルシス見てたんやけど、さやねーの表現力素晴らしいな。なんかね、最後のカタルシスってね、なんか自分の中で一番この表情の作り方が難しいなって思う。歌詞もめっちゃ難しくて、なんかねなんかどういう顔して歌ったらいいかが分からへんくて、あのヤフー知恵袋でなんか最後のカタルシス意味って調べてたそう、なんか曲調結構こう暗いけど迫力ある感じかなって思ったら、なんか PV もなんか最初明るく踊ってる感じやったりしたから難しかった。ん？上手通路側座っててお見送りで階段登っていくのめっちゃ印象残ってた。え？嘘？もしかして同じ公園入ってたんですかね恥ずかしいあ、ありがとうございますってさん。22時まで、あ、22時まではしひんかもしれないです。カウントされるのはボックスだけやで。あ、じゃあそんな、あれ、ありがとうございます。あ、めっちゃ行っちゃった。お仕事でへこんでたから、まいちゃんの配信見てると元気出るわ。お疲れ様、お仕事。またお話し会の時に、あの、言ってくださいね。アイドルになってからちゃんと睡眠時間取れてる？どうやろう。あ、でもなんかやっぱりコンサート前とかは、あんまり、寝れてへんかったかな。あっという間に先行行ってまうな。え、もうそんなに？そう。アイピのモノマネまで3、2、1。え、マイチン、アイカのこと好き？です。ほんまですよこれ。カラオケ配信の予定ありますか？え、なんか前もやってみたいなって思った。カラオケ配信どんな感じなんやろ。焼き鳥の皮は好きですか？なんかね、さっき皮もあったんですけど、前は本体の方が好きやったかな。本体？あの、肉？肉の方が好きやったかも。高校の文化祭で焼き鳥焼いた。すごい！焼き鳥か。なんかね、今年は前文化祭行けなかったんですけど、なんかあのやっぱコロナの影響でなんか食品バザーがダメになっちゃって、そう、去年とかはなんかポップコーンとかいろいろあったんですけど、そう、食べ物系がダメになってた。宿題なんかノーサンキュー、チュ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 、ルームフォローしました、ありがとうございます。タタタタンタタタタ、冬休みは桃鉄三昧予定です。マイティ三昧予定にしましょう。スイッチ在庫切れで買えなかったけどやっと買えた。やっぱりまだ人気なんですね。でもなんか子供とかスイッチプリス、
クリスマスプレゼントに頼む子多そう。大変やな。こんばんは。ねえ、もうカタルシスは、うお、なんかサンタさん飛んだ。アイドルっぽくないよ、アイドルっぽくない曲なカタルシス、いい意味で。確かになんか迫力満点っていう感じの、もうふうかさんのカタルシスはすごかった。遊びに来たよ、やっほー。最後のカタルシスのまいちゃんの表情めっちゃ好き。そうやった。なんかねちょっとこれも裏話なんですけど、のユニット曲の後にそのカタルシス、最後のカタルシスがあるこの曲のブロックがあって、もうねエンドロールがめちゃめちゃしんどいんですよ。それからそのユニット曲明けの MC 明けのなんやチューズミーとかめちゃめちゃなんかしんどくて、もうねカタルシスはね意識朦朧しながらやってますそう、もう必死に。マイティが公演プロデュースならどの曲入れる？どの曲入れる？で私はもう1曲目からね、なんかあのうわーって盛り上がる曲がいいな。カモネギックスとかこんばんは、こんばんは。多分これ読んでる声に達成してるような。今どうなんやろ。7期生のブログにコメントするなってから睡眠不足が慢性化したちゃんと読み仮名つけてくださってる。いつもめちゃめちゃ長文のブログのコメントくださる。え、なんかねメールの返信とかでも、もうなんかスクロールめっちゃするくらい返信してくださる方とか何人もいて、なんかそんな時間取ってくださってるのがありがたい。おー、びっくりした。ありがたいし嬉しいです。あ、前頼んだ服が届いてママが持ってきてくれママティー、あかりちゃんとツーショット撮れた。撮れましたよ、あかりさんと。その乗せれるかはちょっとなんかあれなんですけど、ウーカユーミンコジリンのカタルシスすごかった。え、なんかねもうあの3人だけじゃなくてもう7人全員もうねびっくりしました。もうなんか余韻がすごいです。本体言い方間違えた。つくねをまた、あ、ごめんなさい、つくねあんまり食べへんかも。ボックスもらってきたから投げます。受け止めます、ありがとうございます。まいちゃんカメラ目線くださいモバメの返信届いてますよ。あれ、来た。あのギフト、あれ、あれあれあれ。あ、当たった。モバメの返信しまくります。待ってます。楽しみ。あ、サンタさん10個もありがとうございます、ノートさん。かわいい。嬉しい。そう、モバメの返信届いてますよ、ちゃんと。見てますよ、全部。え、ほんまに見てます。うわ、雪降ってる。ありがとうございます。ちょっと少々お待ちください。昨日のモバメで届かなそうで届くものだ。そう、なんかパテ出てきて送りました。ちなみにあかりん卒業公演の感想は？え、なんかね、もうやるって聞いたときになんか。びっくりしたのと、なんかやっぱりもう大先輩たちが、大先輩がやられるから、あのなんやろ、なんか自分らこれからできるんかなって思って、そうなんか不安やったんですけど、なんかほんまにそう、自分たちも劇場公演初めてやったし、
なんかあかりさんが言ってた通りに、あの見本、お手本になれるようにみたいな感じで言ってくださってて、もうすでに2回は見ました。 DMM 昨日の公演の、あ、昨日やったっけ、昨日か、あ、一昨日か。もういっぱい勉強、もういっぱい、ほんまになんか勉強になりました。ぬいぐるみゲットした、達成しました、もしかして。え、もしかしてクマもらえるんですか。え、嘘、先行も行きました、もしかして。おお、嬉しい、ありがとうございます。え、もうそんなクマ届いたら、え、家に届くんですかね。届いたらもうそれ一生飾ってショールームします。エンドロールでね、ヘッドマイクにネックレス絡まってるの見てたよ。え、そう、いつやったっけ、17日の公演で、あのエンドロールはヘッドセットをつけるんですけど、でもなんかあのネックレスがね、いつもいっぱい動くんですけど絡まっちゃいまして、でこうなんかみんな一列になる振りがあって、そこでどうにかしてちょっと戻されへんかなと思ってやったら、あの振りをちょっと間違えたっていう。うん、ちょっとね、衣装さんに相談しました、ちゃんと。バイト中のにちょっと抜けてきた、かわいいトナカイ、やった、わ、抜けた、悪や悪。疲れ様です。昨日のやつコメントしてない、聞いてきた、ブログかな、あ、漢字にしたらちょっとわからんくなっちゃった。ゆうすけさん、月曜の卒業会、ビルビアイドル知らない人多かったらしいよ。やっぱりそうですよね。でもなんかあの昨日のあかりさんの公演でルビーアイドル公演知ってもらえてたら嬉しいな。公演で一番難しい曲は、うーん、カタルシス、やっぱりカタルシスか、うん、カタルシスかな。やっほーやっほー、ダンサブルに加入すると噂で聞きましたが、しません。なんでや、なんでや、そんなんそんなん。わ、ちゅうちゃん、ゆきの決勝ありがとうございます、指ハート、やったー、先行。なんか握手するために見えますか、トナカイが揺れてる。振動で、え、ほんまにもらえるんですかね、嬉しい。お話し会の受付終わったんだっけ。そうなんです、多分ね、あのありがたいことに全日完売したということで、ありがとうございます、嬉しい。確かに先輩の後はプレッシャーやろな。そうなんですよ、でももうね、負けないように、負けないようにというか、あれをもうお手本にしてっていうのかな、いっぱい盗みたいと思います。エンドロールなんかダンサブルメンバーだとかびっくりしたでしょ。そうなんですよ、なんか最初その出演されるメンバーの方だけ見てこう、あ、じゃああかりさんが夢でキスミやるんかなっていうか思ってたら、ダンサブルさん4人おるってなって、そう、もうレベルが違いましたね。本当に最近モバメ返信できてないから、また返信するね、待ってます。かわいい西さん、ありがとうございます。24日のクリスマスと25日のクリスマスイブはどっちも仕事です。悲しいやばり、クリぼっちかな、僕。そんな寂しいこと言わんの。
明日もね、私ショールームしようかなと思って夜イブ。25日はね公演があるのでできるか分からへんけど、明日はじゃあサンタバージョンでやろうかなとか思った。ひらくまゲット、なんか聞いたことあるなんかちょっと聞いたことあるニュアンスのやつ。絡まってるのずっと気になってた。え、映ってました？ DMM に。17日のエンドロール見てないかも。YNN24 時間爪痕残そう。それ26日ねね、 YNN さんの26日、じゃあ24時間テレビが。マイティのブログ楽しそう。本当ですか？嬉しい。パチ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 。固まってました？もしかしてなんか悪いんかな今日。マリンルームから失礼します。マリンさんマリンさんもショールームしちゃう。こんばんは。今来ました。こんばんは、こんばんは。あかん、今はあかんそう、モバメでね、あの夢でキスミーのセリフの部分がなんかダメ、今はダメってやつなんですけど、じゃもし5日前がやるってなったらあかん、今はあかんにしますっていうのをそう、関西弁バージョンで行こうと思ったんですけど、もう一気に曲の雰囲気潰れますよ。ね、もうメンバーさんが豪華で。また来ました。ただいま。ん？違う。お帰りなさい。ももねさんとケイタちゃんの隣のバナナ。最後のあれ面白かった。掛け合い。マイティとアンジュのパフォーマンスは覚醒する。そうね、もうアンジュはほんまにすごい。アンジュのカタルシスを前も客席で見てみたい。こんばんは。花束よっぴありがとうございます。ボバメで返したけど7期にしかでき、7期にしかないウィルビーアイドル公演を作り上げよう。かっちょいい。本当に「モバメ」って誰を更新するか毎月迷いませんか？マイティー、マイティーこんばんは、こんばんは。七期生どんな子か未だに分からへん。じゃあ舞が一人ずつ紹介しますね。じゃああゆよじゅん、もっちゃんはね、あのガキタイプそう、もうなんかね、いつも走り回ってるし、なんかみんなにちょっかいかけてる、かわいい。そうでもなんかめっちゃ努力家やし、あの負けず嫌いで、ね、かわいい。そう、え、マリンがマイちゃんので星出しデコ出しかな、好きすぎてって言ってたよ。そんなん、もう私毎日前髪上げますよ、そんなん何歳ですか？17歳です。あ、間違えた間違えた、18歳です。めっちゃ無意識に言ってた夢でキスミも熟しちゃう。25日エンドロール誰するやろ、誰がするんでしょうか、誰がするんでしょう。
ちょっとじらすやつあ、そう、今でももかの話をしてて、わっ、あーさん雪の結晶いっぱいありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ほんまや、明日よろしくみたいになっちゃうか。せんとくんじゃないよ、ひみこだよ嘘。推しが卒業してしまったのでマイティの番目取ろうか迷ってる。取るしかないんじゃないんですか、それは。それは取るしか。あ、そう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 、あ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 、下まで行っちゃった。そうそう、ももか可愛いよね。ジオンは、え、じゃあコハタンや。コハタンはなんかほんまに喋り方が面白くて、なんかね、ショールームとかで出てるかな、なんかありがとうとか、コハもそれ、なんかコハも食べるみたいな、ほんまにこんな喋り方なんですよ。そう、なんかほんまにホワホワしてて、でもなんか私服とかが、まあ、大学生って感じで、なんかほんまに可愛い。コート着て、あのスターバックスのコーヒー飲んでレッスン場に来るっていう。そう、17歳というか、サバ読んでない間違えました。もう冬休み、まだ冬休みじゃないよ、やっほー。あ、雄大さん、だるまいっぱいありがとうございます。だるま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 、うわ、だるまがいっぱい、ありがとうございます雄大さん。あ、そうなんですよ、そう、卒業コンサートで、あの、私のポジションをかりんさんがされてらっしゃって、私かりんさんの踊り方がほんまにほんまにめちゃめちゃ好きで、なんかめっちゃ嬉しかったです。でジオンは13歳けど、もうスーパーキッズですね、あれは。そう、なんかね、マイのツンデレが映って、なんかマイティ嫌い、やっぱ好き、嫌いって言ってくるんですよ最近。かわいいほんまにかわいい、ジオン。加入して、いや、2ヶ月です、2ヶ月なんです、いじらないでくださいそう、で、あて、カメの黒田ふわは、ふわはな、なんかマイペース、ふわふわしててかわいい。マイチーって言ってくるんですよ。なんかね、前あだ名マイティーやのに、七期からマイチーって言われてるんですよ。みんなマイチーとかマイチーって言ってくる、かわいい。みんな遊びに来たよ、ヤッホー。マイティ好きやないけどギフトあげる、いいよ、じゃあふんって言って、めっちゃ結晶くれなんか皆さん、マイのファンの方にも、あのツンデレが映ってるかもしれへんツンデレ同士、可愛いトナカイがいるって聞いたんですけど、え？可愛いトナカイ、あ、もしかして、もしかして違うかな。はじめまして、なんかはじめましての人多い今日、嬉しい。はじめまして、
そう、昨日そのかりんさん、あのエンドロールの衣装はその私たちが着てたやつをそのまま先輩方が着られてらっしゃったんですけど、なんかかりんさんにね、なんか、ね、まいちゃんって言われて、やまいティーやったかな、あの衣装のネックレスめっちゃ邪魔じゃないって言われてそう、かスカート短いからなんかスースーするよねっていうのを話しました。ふわふわ、マイチー、みんなマイチーって言ってる、マイティーですよ。わあ、雪の結晶、さひろさんありがとうございます。いっぱいいっぱい、うお、いっぱいいっぱい、毎日初コメです。あ、隅の若菜さん、はじめまして。あ、あ、NMB48 七木研究生の方なんですか、ありがとうございます。若にゃん、若菜こんばんはです、こんばんは。ごめん、ちょっとコメントがめっちゃ遅れてました。鼻が赤くないと、わ、なんか赤いの持ってこればよかった。はじめまして、可愛い、好きってきた、前は嫌い。隅野さん、平山さん好き好き言うてた。影でそんな。しらじらしい。茶番。マイって七木のお母さんだと？そうなんかな。ワイナの24時間で先輩いじろ。先輩と絡めますかね？24時間テレビ、24時間テレビじゃないな、わかにゃんのことよろしくお願いします。こちらこそいつもお世話になっております。マイティの米送りはもう覚悟してみるしかない。皆さんごめんなさいね、ちょっと今日はね、あのギフト込みで見てるんで。わ、ちよちゃんハートありがとうございます。みのりさん、くまもありがとうございます。そう、最近指鳴らせるようになったんですよ、私ずっと練習してた。にゃんてぃしか勝たん、こんばんは、こんばんは。わ、お前紹介してなかった、若菜は、若菜は若菜若菜、若菜はな、なんか喋り方がおっとりしてる、若菜は若菜やな、特になしでええかじゃあ若菜は特になしでパッチン、そう、なんかね、若菜、そう、なんかワイが今最近着てるなんかベージュのダウンジャケットがあるんですけど、それが若菜と全く一緒で、一緒っていうか色が一緒で、なんかいつも帰る時ペアルックみたいになってるんですよ。ね、まあ、先生、若菜は、ん？若菜、わ、ん？若菜が普通のイントネーションか。若菜。若菜が若菜って言うから若菜になった。指鳴らしたら時を止めれるかもしらへんね。時を戻そう。出口さんがマイティとアンジュ、わかんなにゃん、礼儀正しいとことと、お、やった、ありがとうございます。
かな。で、すみのさしすせそたち、やば、あいか、あいかや、あいかや、さつきや。あいかはなんか最初なんか仲良くならへんタイプかなって思ってた。なんか服装がめっちゃこう、わかりますか、女の子女の子って、なんか今の時代でいうなんか地雷系ファッションって言うんですかね、こう女の子女の子って感じした服装で。そう、でもね仲いいですよ。なんか思い出した、セレクション審査の時に、じゃあレッスンの時かなに、こうレッスン場向かう時に前に愛花が歩いてて、で愛花って分かったんですよ。でもなんかその時なんか喋るほどの仲っていうか、そのあんま喋ったこともなかったから、こう走って追いかけたりもせず、一定距離を保ってレッスン場に向かった。そう、まあ、最初はみんなちょっと芋っちゃん、今日もだそう。アイピア USJ のスタッフ。確かにもう絶対働いてたやん、あれ。アイピと NMB オタクの話するの？ああするかな。あのなんか何やろ、自分の中でもこうなんかオタクやったけど、なんか加入してからは。なんか何やろ、やっぱりその切り替えっていうか、なんて言うんですかね、区切りつけるっていうか大事じゃないですか。そうだから、そういうところはねちゃんと自分も意識してる。なんて言ったらいいんやろ、なんかオタクの好きっていうか、なんか尊敬の好きみたいな感じ、なんて言ったらいいんやろ。そう、アイピ呼びの最近はね、なんかもうピって呼んだりする、ピーって。アイピめっちゃ量産型、あ量産型、そうそうそう、そんな感じの。そう、ソーシャルディスタンスしてましたね、その時から。だって前ユニバ行った時、上手のところでちょっと愛花のこと探しましたもん。ハロー、こじりん。え、なんかかりんさんもなんか言ってなかったでしたっけ、なんか切り替えっていうか、なんかなんやろ、なんか言ってはった気がします。そのさやかさんが好きな時みたいな。実際あのあやかさんに会っても、やーとかはなってないですよ、私もちゃんと。ピピヨビ、アイムフロムブラジル、ブラジル、ブラジル、あ、ブラジルの人聞こえますか、の真反対、ブラジルは。オタク感は出し入れが大事、難しいですよね。アイピは今もめっちゃお得か、確かに。騒いじゃう系タイプかも。ネイマール、ネイマール、ネイマール、ネイマール。公私混同してない、してないかな、公私混同。
ギリギリの知識がサバンナ八木さんのヤングそう、そうそう難しいですよね。こんばんは。あれネイマールっていう国じゃなかった、サッカー選手か、なんか最近聞いたことあるなと思ってました。こんばんは。ニカナさんのグッズ買おうかなって言って、前あの NMB ショップでね生写真買ってました。お大きい花束来たよ。あ、ニッシーさんありがとうございます。お、いうて。それネパールそれネパールやん。でサッカーもちょっとねあんま詳しくないんですよ。あ、でもなんかね、高校の体育祭でなんかユニフォーム的な、いたクラス T シャツみたいなのを作ったんですけど、どこやったっけな、なんかな、あ、名前忘れたな、どこやったっけ、あの赤やったんですけど忘れちった。まいちゃんのお家クリスマスのご飯いつもと違う、どうなんやろう、ママに聞こう。でもねケーキママが予約してくれたって言ってた。やったあなたを愛してますってキトルワールド、ワールドワイド名前やったあ、アモーレちゃうわ、アモーレみたいなのありましたよね。こんばんは。かわいい、あなたを愛してます、ありがとうございます。国際アイドルいや、なんか世界中にもね知られたいですよね。アーセナルミラン違う、赤スペイン、何だっけな、忘れてもうた。マンチェスターユナイテッド、何だっけ、なんかあのサッカーチームの名前を教えてください皆さん。ね、何だっけな、忘れた思い出されん。トナカイマイティです。今日はあ、そう思い出した、さっきね風船を膨らましたんです。思い出した、なんか皆さんに見せようと思ったんですけどもう忘れてた。バルセロナ、あ、バルセロナ、いや違うな、セレッソじゃなくて、日本のチームなんかな、あれ、クラブチーム、バイエルン、バルセロナ、アーセナル、ガンバ大阪、ガンバ大阪、ちょっと後で、大阪じゃん、多分ね確かカタカナやったんですよ。ちょっと後で思い出したらブログかメールに送りますね。何やったっけ、なんかクラスの子が決めたからねちょっとよく覚えてないけど、何やったっけな、これ中にね星が入ってるんですよ。外国のチームやった気がする、ちょっとサッカー、あ、リバ
プールかも。え、リバプールかな。あ、そうそう、リバプールかもしれない。え、ちょっとレンタ今日ちょっと後で見返します。アントラーズ、鹿児島、浦和キッズ、レッズ、こんばんは。舞ちゃんはクラスで陽キャ陰キャ。え、なんかそんなクラスじゃないかも。そんな、なんやろ、そんな分かれてるクラスじゃなくて、みんな仲いい気がする。なんかあんまそういうの、なんか分かれてるの好きじゃないし。平和。ちょっと友達に聞こう。あ、リバプールな気がする。なんかユニフォーム、なんか裏にね、自分で好きな背番号と上の名前を変えれるみたいな、高校生らしいことをしてたんですけど、なんか友達がなんかサッカーチームの名前言って、どこどこがいい、いやこれがいいみたいな感じで、なんか赤のユニフォームでもいろんなところがあって、そう、あー危ない危ない。クインテット、お友達言ってるのね。失礼なやつ、失礼いますよ、ちゃんと。平和なクラスがね、一番いいでしょ。え、もう顔痩せとか眉が一番聞きたい。食べたやつ全部顔に行くんですよ。顔丸。あ、鹿島、鹿児島って言ってた。なんかちょっと違うなと思ったらごめんなさい。ホーム画面マイティンにしたんやけど。えー、そんなのいいんですか。ありがとうございます。ぜひぜひ。顔十分小さくない？なんか、なんて言うやろ、あの肉がすごいんですよ、顔のお肉そう、余白がすごい。全部丸いな、目も丸いし、なんか顔も丸い。え、もう9時半や、びっくりした。あ、そう、モバメガ室。え、一個ね聞きたかったんですけど、昨日のねモバメの画質どうでしたか。悪かったかな。うわ、3000人になってる、ありがとうございます、嬉しい。フルフェイスのヘルメットかぶれば少し痩せてみる。あ、もう顔埋まるやつですか買おうかな、かわいい丸です。チラ、巻いておでこ出しが似合う。じゃあ前髪あげよう。え、いつもに増してよかったですか、昨日の画質。なんかちょっとね、設定を一個上にしたんですよ。なんかね、ブログとか画質が悪すぎたら、間違えた、画質いいのにしたら逆に写真が反映されへんことがあって、でもなんかメールはそこまで画質気にせんでいいって言われたから、昨日ちょっとよくしてみたいけど、どうやろう。なんかいつも画像サイズを中にしたんですけど、してたんですけど、昨日はね大にしてみた。え、画質よかった。あ、じゃあ台でいけるんか。めっちゃ足長かったね。おでこ出しした方が丸側には見えないって。でもね、この真ん中にほくろあるから、まあいっか。皆さん、ほくろまで愛してください。ツイッターのみの高画質？やった！じゃあちょっと、よくしよう。腕が少しぶれてるけどそう、
んか全身写真ってどんな何のポーズしたらいいか分からへんくて、なんかちょっと変なポーズになっちゃった。モバメなんか撮られへん、どうしたらええ、なんでやろう。そろそろ終わろうかな。1時間。ほくろほくろ。まあ、唇にもほくろあるんですよ確か。ユナなんてどんな子？あ、途中までしか言ってなかった。ユナは明るいな、明るい、うん、元気、なんかね、なんか愛しくなる感じ。かわいい。ユナ、歌うまいし、だからユナのパフォーマンスっていうかな、めっちゃ好き。なんかなんていうんやろ、あのパワフルのところとか、のみんな好き。マイナナキで、さつき、早川、マナベ、アンジュは、なんか最初アンジュはね、もうこの子絶対大人っぽい子やと思って、もう全然違うかった。もうなんか確かに落ち着いてるって落ち着いてるんですけど、なんかもう暴走したら止まらへん、もうほんまに面白い。あ、そう思い出した、なんかお話し会の時にアンジュが横のテーブルでしてて、じゃあこう横からなんか切る間際になんか良いメリーよって聞こえてきて、良いメリーよって、良いお年をじゃなくて良いメリーよって言ってて、ちょっと笑っちゃいました。面白かった。今日の、あ、そういうのは元気担当って言ってた。今日は12月の次誰や、美咲はもうね、あれ美咲何歳や今、 12?13 かなのに、もう身長抜かされそうなんですよね。もう高校生なんてどれぐらい伸びるんやろ。でもなんか好奇心旺盛なところが可愛い。なんかこうやって何とかいっぱい聞いてくれてくれて可愛いなって思う。ちょっと待ってね、今スクショのやつ書いてますよ。18歳に見えない、何歳に見えますか私。アンジは頭のネジ何個かなくなってさ、あのらしくないの、何かのネジ不意に飛んだのところもアンジュですね、あれ。じゃあ面白い。え、そう、美咲163やった気がする確か身長。そう、しかも賢いし、めっちゃ美咲すごいぜ。12月の23日、はい、書きました。で、ミュウはもう、あの顔めっちゃ好き。ミュウの顔もなんか整ってるし、横顔とかもめっちゃ綺麗なんですよ。そう、なんか初め23って来た時めっちゃびっくりしたけど、なんか最年長があのキャラってめっちゃ面白いなって思う。そう、
ポンコツミュータン。マイティはステージだと19、配信だと16歳くらいに見える。そんな変わってるか結構。マニフーは抜かすんじゃん、美咲。なんやろ、楽しみ。可愛い担当、もうあれはビジュアル、ビジュアル担当っていうかな、可愛い。みゆちゃんと同い年です、23歳。よう分かった気がします、ありがとうもう明日よろしくみたいになっちゃった。あ、書きましたよ。あ、ちょっと少々お待ちを。ワンツースリーフォー、楽しくないね。お絵かきタイム。早川さんが18より若く感じた。確かに、なんかユナ高校1年生とかでも全然いけそう。マイテイマイテイ決勝も過去。あ、ほんま、雪だるまバージョンにしよう。半日。え、決勝ってどうやって書くんやろ。ちょっとさっきのギフト見ますね。ギフト、ギフト、あった。あー、え、むず。やばい、ざばやばいやばい。じゃ皆さん書いてる間決勝歌っといてください。あ、いい感じかも。結構どうですか。スクショタイム。いけました。なんか英語がすごい。インドネシアン？インドネシアン？なんかグローバルになってる、マリが。ありがたい。アニョハセヨ。かわいいって言われてる。ありがとうございます、ラブラブ。じゃあほなほな、そろそろあれしますね。ランキング読みます。もう今日はプレゼントボックスをいっぱいもらったから。え、クマさんいつもらえるんやろ。グローバルマイティやな。え、ほんまにクマさん嬉しい。どうしよう。もうクマの人形とかめっちゃ好き。やったやったやった。じゃあ、わ、雪の結晶もありがとうございます。ほなほな、呼んでいきますね。ランキング13位、チナピーさん、ピオラユナさん、ユナさんやってユナのファンかな、ありがとうございます。そして12位、布団屋ケイゴイさんかな、途切れちゃってる途中で、ありがとうございます。で11番がヨッピー、ありがとうございます、ラブ。10位が末広さん、ありがとうございます。そして9番達夫さん、ありがとうございます。そして8番ゆうすけさん、ありがとうございます。そして9番あきらら GT さん、ありがとうございます、ありがとう。そして5番カドさん、
ありがとうございます。間違えた。6番角さん、ありがとうございます。でそして5番ゆうこっこさん、ありがとうございます。これなんかみんな3呼びでいっか。4番ゆうだいさん、ありがとうございます。で3番ちよちゃん、あ、そう3番からやな。3番ちよちゃん、ありがとうございます。でも前は熊の人形が盛り上がる、あのもらえることが嬉しくて、いつもらえるんやろ。届いたらもう皆さんにすぐ送りますね。嬉しい、ちよちゃん。雪の結晶書いとこう。ちよちゃん、ありがとうございます。お話し会楽しかった。そして2位、ゆいとさん、ゆいとくん、ありがとうございます。じゃんじゃんじゃん。ちょっとこのね、書いてる時間ごめんなさいね皆さん。ゆいとゆいとさん、トナカイ書いとこ。いっか、ゆいとさん、ありがとうございます。トナカイ、ちょっと変になっちゃった。でそして栄えある第1位がノートさん、ありがとうございます。1位、皆さんは今日夜ご飯何食べましたか。待って、宇宙人やんできた。トナカイだよ。栄えある第、今日結構しましたよね、ショールーム1時間半ぐらい。ハイアル、あれハイアルですよね、正解。シューマイ食べた。前もシューマイ。551の肉まん食べたくなってきた。じゃあ音符書きますね。ミオンさんということで。ノートさん、ありがとうございます。で、ハイアルが正解ですよね。私ね、ランキングにね時間かけちゃうんですよ。でも名前書きたいから。はい、書きました。明日もねショールームしようかなって思ってます。サンタさん、赤のニット着ようかな。もうこのトナカイとも皆さんさよならですよ。クリスマス終わっちゃうから。マイティの白も基本眺めないイメージ。みんなどれぐらい知るんやろ。ショールーム長いかな。そう、前ね確かサンタさんの帽子を買った記憶があるんですよ、赤の。だからそれつけようかな。またモバメカブログであれしますね、予告ね。楽しかった。今日ももう皆さん、あのプレゼントボックスありがとうございます。ほんまにもう、早く届かへんかな。どんなんやろ。ありがとうございました。本当になんか電気入ってる。そう、なんかねショールームの
あの配信なんていうんですか、配信スケジュールじゃなくて配信頻度、なんかどうしようか、どれぐらいがいいんやろうって思っててちょっと悩んでました。ウキウキマイティ、かわいい、ウキウキ、楽しみ。50分に終わろう、なんか47分やから。そう、なんかいっぱいしすぎてもあれかなと思って、なんかね、難しいですよね。無理のない範囲で。あら、優しい。他にやることがあれば優先順位そんなに高くないんじゃ、好きな時で、お、マイペースで、マイペース、マイちゃんが配信できる時でお任せする。無理のない範囲大丈夫よ。優しいですね、皆さん大好き、優しい、ありがとうございます。今日も可愛い、やった。あ、そうそうそう、なんかね、いっぱいしすぎるとお話し会取らなくても満足。そう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 、それをね、前なんかそういう意見をいただいて、なんかしすぎるとお話し会がなんちゃらかんちゃらみたいな感じで、そうだから程よいね。でも明日はクリスマスイブやから、なんかね、クリスマスっぽいのできたらなって思うけど、いけるかな、多分。うん、じゃあ皆さんありがとうございました。本日も楽しかった、マイペースに頑張りますね。ありがとうございました皆さん。朝50分に終わるって言ったんや。さあクイズも、明日クイズしよっかな。じゃあ、うん、多分週2週3ぐらいがいいんかなとか思って。田中井さん、皆さんのお家にプレゼント届けに行きますのでお待ちください。パカラッパカラッ、おやすみなさい皆さん、いい夢見ますように。ちなみに舞はなんか今日なんか嫌な夢を見ました。そう、あんまりよろしくない夢を見たので、皆さんはいい夢を見れますように。じゃあ皆さんありがとうございました。で続きはもばめで。ありがとうございました、バイバイ、切ります。バイバイ。